アニメ、ロングライダース、2度目となる放送延期を発表。理由は、制作スケジュールの遅れ。テレビアニメ、ロングライダースの第5話、初めてのロードバイクが、制作上の都合で1週間延期となることが発表されました。次週は特別編、私のサイクルアルバムが放送されます。公式サイトに掲載されたお知らせによると、第5話の延期は、制作スケジュールの遅れによるもの。なお、同作の放送延期は、今回で、2回目です。ロングライダースの制作を担当しているのは、ガールズ&パンツァーで知られるアクタス。同制作会社は、夏のアニメ、レガリア、ザ・スリー・セイクリッド・スターズで、本来、意図していたクオリティと、相違があることを理由に、第4話で一旦放送を終了し、9月から、改めて放送をスタートさせていました。現在アクタスでは、レガリア、ザ・スリー・セイクリッド・スターズと、ロングライダースの元請け制作が、同時進行となっています。テレビアニメの元請け制作が同じ時期に重なるのは、アクタスの歴史上でも初めてのこと。